ユダヤ人成功の秘訣は数にあり。皆さんこんにちは、葉月光栄です。ユダヤ人成功の秘訣は数にあるという話を今日はさせていただきます。ここに私が書かせていただいた男の占いという本があります。この本のですね、冒頭に男の成功の陰に数字ありという項目があるんですが、そこでユダヤ人が成功する秘訣とはということをデータをもとにですね、書かせていただいています。ここにはですね、ノーベル賞の受賞者に占めるユダヤ人の割合というのをこのような形で一覧表にしてるんですけども、これはですね、ユダヤ人というのは今全世界に約1500万人というふうに言われています。人口比率にすると全体の 0.2% です。しかしそれがですね、ノーベル賞だけに限るとですね、約 20% を占めてるんですね。いわゆるそのどこどこの国みたいな、そういう分類をすると圧倒的多数なんですよね。ものすごく実際の数は少ないのに、割合としてはもう非常に高い。特にノーベル経済学賞では 40% ぐらいを占めているというふうに言われています。なぜこれほどまでにユダヤ人が経済に、そしてノーベル賞級の発明発見とかですね、そういうものをするのかっていうことを考えていただくと、実はその陰に数があるんですよね。彼らはやはり流浪の民でしたから、経済でしか世界で生きていくことができないわけです。ですから彼らにとっても数は本当に死活問題なんですよね。文字言語よりも数が大事、経済ですから。ですから同じ数を全世界が使ってくれることによって、彼らは成功を勝ち得たというふうに言われています。実際ですね、皆さん有名な方で、実はユダヤ人の方本当にたくさんいらっしゃいまして、エジソンさんとかアインシュタインさんとかピカソさん、フロイトさん、シャガールさん、マルクスさん、いわゆる天才という名を欲しいままにした人は皆ユダヤ人の血を引く人々であるというふうに言われています。まあ、世界経済に最も影響があると言われるロックフェラー、あるいはロスチャイド、両財閥のトップもまあユダヤ系であると言われていますね。まあ、有名なところではスティーブン・スピルバーグ監督であるとか、マイクロソフトのビル・ゲイツさんなんかもユダヤ系の方であるというふうに言われています。なぜ彼らがこれほどまでに成功を勝ち得たのか、その秘訣は実は数にあったんだということなんですよね。ですから数を制する者は世界を制する。ユダヤ人の成功がそれを如実に証明しているんではないかなと思います。ですから皆さんも成功したければ、数に強くなければ成功はできませんよ。